さあオリックスですけれども、皆さん今日の試合は見ましたでしょうか。今回はですね、日本シリーズ第5戦目ということでございまして、オリックス残念ながら2対6で敗れた試合についてお話をするということでございますが、みんなメンタルは大丈夫でしょうか。今日も配信をさせていただきまして、まあね、振り返りますけども、8回の裏まではまあなんとかですね、ちょっと電波も悪いとか、やり直したりとかいろいろやった中で、なんとか、配信の方を続けていって2対0で、まあ、勝っていたという展開でしたけれども、まさかのね、悪夢の8回の裏がやってきたということで、さすがにちょっと自分もね、10分ぐらい、ちょっとこう思考停止になる場面がありましたけれども、まあ、改めて、試合が終わって、まあ、終わる終盤ぐらいまでですかね、冷静になると、もうちょっと切り替えて明後日に前を向いてということになってますんでね、ちょっとまだ下を向いてる人はぜひ、この動画見て明後日の方向に見ようじゃないかというふうに思っております。で、今日ねスタメンご覧の通りということでございまして、まあ非常にね、シリーズ男にも、なっているこの広岡さんが、センターで使われてということで、まあ、ケイタがねあんまり良くなかった昨日なので、ちょっとスタメン外れたのは驚きでしたけど、一番抜擢はすごくやる価値のある、まあ、そんな起用法だったのかなというふうに思います。そして、5番にラオウが、レフトで先発出場ということで、怪我の具合はどうなのかとか、そのあたりがね、まあ、非常に注目の、ポイントでした。まあ、そんな中で1回の裏ですね、今日も阪神のキーマンは近本選手ということで、いきなり出塁をするんですけど、中野選手がですね、まあ、バントするんですが、田島投手がちょっとね、まあ、フィーリングが良くなくて冒頭に、まあ、なってですね、結果ノーアウト1塁2塁になるんですけど、大山選手を三振ゲッツーで、まあ、若月選手さすがだなということで、まあ、昨日のね森選手に対していろいろこう意見がある、人もいる中で、あの若月選手がね、あの、送球っていうのも素晴らしいものがあったんじゃないかなと、いうことでございます。で、2回の表ね、頓宮とそしてマーゴがヒットで出塁をするんですが、ラオウがね打席入りまして、結果三振だったんですけど、めちゃくちゃ痛そうでしたね。スイングするの大丈夫かなっていうぐらいなので、ちょっとやっぱ今後、今日もレフトはもう本当に一か八かの賭けだったのかなということで、もうレフトの方向に飛ばへんのをすごくね祈りながら見てましたけども、ちょっとやっぱ代打とかでも厳しいんじゃないかなっていうぐらいの、打席でしたよね。そして一塁三塁になるんですけど、若月が残念ながら三振ということで、2回の裏にまあ行くわけなんですけど、佐藤輝明選手がねツーベースを打って、木浪選手敬遠で、大竹選手と勝負をして三振ということで、今日も球審は低めを取らないということで、高めばっかり取るような審判でございました。3回の表ですね、宗選手、好調で、まあ、キープをしながらヒットを打つんですけど、森さんが三振ということで、ぜひ、まあ、昨日のねキャッチャーの守備とか、まあ、ゲッツーとかいろいろこう引きずらないでほしいなというふうに思いますし、コメントではねもう前を向いていくというふうに言ってましたけども、ちょっとやっぱ気負いすぎてるのかなという部分がありました。そして4回の表、ツーアウトから、右打席のねマーゴが確信の引き肉弾ということで、あれも打った瞬間めちゃくちゃかっこがです。で、その後の、紅林選手もですね、もうあれ惜しかったね、フェンチョクでもうちょっとでっていうところで、もうホームラン未遂のツーベースになりました。あそこもねすごい惜しかったです。で、5回の表、先頭の田島投手がですね、なんとピッチャーに内野安打ということで、ずっと塁にいるんですね。頼むから1番2番3番誰でもいいから、ゲッツー崩れでもいいんで、田島投手をベンチに引き返してですね、ピッチングに集中させたいというふうに思ってたんですけど、まあ残念ながら、2アウトになっても田島投手はずっといるということで、森さんもねショートライナー打ちましたけど頭を越えられずということで、まあ一時ねちょっと良くなったんじゃないかなっていうふうに思ったんですが、昨日今日に関してはそんなに良くなかったなという出来でございました。そして5回の裏ですね、先頭の坂本選手がレフトにヒットを打ちまして、木浪選手がバントをして、渡辺選手が代打で出てきて、あとは近本選手とかも相対するんですが、田島投手がもう全く打たれる気のない、もうゴリ押しでですね、ピシャッと抑えて、6回の表に行くわけですね。だからピンチになっても、スライダーとまっすぐ、で、時たま交えるフォークですか、この3つがですね、とんでもなく良くてですね、コントロールもいいし、若月選手が右バッターに対してクロスファイア構えても、多少真ん中に打っても球威がすごく良かったりとか、1回150キロも行ったりしてましたし、まあ、常時140後半、まあ、すごいすごいキレッキレだったし、ここの大勝負で、あの、史上最高のピッチングを、やっていた田島投手は、本当になんかもう一皮も二皮も三皮もめくれたんじゃないかなというふうに思いました。あとは再現性ですよね。本当にマウンド上で、つぶやいて自分に暗示をかけて頑張ってる仕草とか、まあ、ナインに対してね、こう指示を出したりとか、そういうなんか表情一つが本当に見てて、あの、来るものがありましたんで、本当にね、今日は田島投手の好投に、報いたかったなという内容でございました。6回の表ですね、マーゴのピッチャーゴロを、なぜかわからないですけど、大山選手がエラーをしてですね、紅林選手がポテンヒットを、まあ、最近ちょっと手首痛めてからこの打席が、
多いですけど、一塁三塁になりまして、若月が、まあ、残念ながら三振ということで、若月選手に今日2回回ってきてるんですね、8番なんですけど、ここを、まあ、京セラとかであればね、広岡選手とかだったので、まあ、ちょっとこうね、DH がないっていうのも、多少影響もしながら、チャンスで打てずにということでございます。そして7回の表ですね、田島投手無気力打席に立つんですが、西投手が何でか知らないですけどフォアボール、打つ気のない選手に逆に出してしまうフォアボールっていう感じで、フォアボールを出して、併殺崩れで本当に今回こそお願いしますと、ウィンドブレーカーも来てないんですよと、こういうことで9時も過ぎると、もう寒なるぞということでやってましたけども、残念ながら誰一人ゲッツ崩れも打てずに、広岡選手はポップフライ、その後も、同じようにということで、結果的にはね、どん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 塁上で、ステイする田島投手が、まあ、いるわけですよ。しかも岡田監督もここぞとばかりに継投するんですね。まあそれを計算してたのかわかんないですけど、ワンポイントで左出したりとかですね、それで抑えたらまた変えたりとかしながらですね、まあなんとかリリーフをして、宗選手がね、センター前を打つんですけど、これを、まあ、田島投手が、まあ、なんせか近本選手のこの、まあ、芝居に引っかかってですね、まあ、ちょっとライナー性だったので、アウトかと思って戻りながら、ちょっとまあ行きながらみたいなことで、中途半端にアウトになってしまったということでした。まあ、結果的にね、その時2点差だったので、まあ、これで田島投手塁に帰れんなってことで、まあ、ある種ゲッツー崩れじゃないんですけど、宗選手はね、ちょっとおーみたいなことやってましたけども、結果的には良かったんじゃないかなというふうに思います。で、森選手がね、セカンドゴロを1、2塁からのところを打って、中野選手がエラーするんですね。で、森下選手も直で取ろうとしてエラーして、宗選手がそのまま生還ということで2点目入るんですよ。もうこれで決まったなと。田島投手めちゃくちゃいいと、7回も投げ切って球数としても83球ですよ。120球まであと37球ありますからね、だいたい1イニング12球ぐらいの、ペースでいっていたわけなので、それで考えるとですね、これはちょっとあるぞというふうに思っていた矢先に、8回の裏ですね、なんと田島投手が変わってしまうということで、次のマウンドに上がったのが怪我明けの総一郎だね。ここも中島監督らしいっちゃらしいですし、まあ総一郎が抑えればですね、今のリリーバー事情を考えると、宇田川投手と吉久しか信頼できるのがいなかった、あと小木田投手3人ですよね。なので総一郎どうなんだっていうところで、まあセットアップでね、日本シリーズでも投げてましたからマウンドに上がったんですけど、先頭の木浪選手、これセカンドゴロ、普通のゴロ、まあ普通のゴロっていうかね、ちょっとバウンドがボテボテで内野安打になるかならないかっていうところだったんですけど、私選手がですね、ランニングスローで暴投するんですね。投げながら天井向いてました。もう、みたいな感じでね。で、それで二塁に行くんですよ。ノーアウト二塁ですね。で、ここで糸原選手が代打出てくるんですけど、レフトにヒット。近本選手にはタイムリー。中野選手にバント。これでバント許したタイミングで、もう、総一郎は降板するんですね。1点差ですよ。で、一番最悪なパターンとして、100歩譲って帰るならば、一番ドア玉から3連投でもいいから宇田川投手生かす。もしくは田島の続投、どっちかだったんじゃないかなっていうふうに思うんですね。8回の裏ですから、あと2回抑えればいいわけですよ。で、さっき言った通り、信頼できるリリーバーっていうのは、小木田と宇田川と吉久になります。なので、8、9、単純に宇田川吉久でよかったんじゃないかなって帰るとしてもですね。まあ、そこを、なぜか中島監督は総一郎をチョイスしたということです。田島投手も本来であれば、僕であればね、変えなくてもよかったんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、ちょっとそこがダブルで、まあ、驚きました。結果宇田川投手を投入するっていう一番最悪のパターンですね。宇田川投手は、まあ、投げさせたくなかったわけですよね、3連投があるから。だから総一郎に生かしたと思うんですよ。それで結局塁を 2,3 塁に貯めて1点差になり、出し惜しみした宇田川投手を出して、森下選手にスリーベース、大山選手にはセンター前で2点取られるということで、これで宇田川完全に潰れてしまいました。泣いちゃってましたしね。これはもう、火消しした人が悪いみたいな感じになってるんで、そうじゃないですよね。今までの、まあ、木曽一郎であったりとか、守備陣のエラー含めてのことなので、結果的に抑えたら、お前の出来、打たれたらお前の出来みたいなことですよね。そんなことはかなり酷なんじゃないかなっていうことで、結果阿部投手に代わってこの回3人投入してるんですよね。3連投を嫌って、交代をしたいと。その中で総一郎投げさせたら3人投げてました。阿部投手も坂本選手にスリーベース打たれて、昨日ね、勝ち場でもいけるんじゃないかっていう投球しましたが、やっぱりここでフォアボールを出したりとかで、なかなかに厳しかったということで、満を持して8回裏を選んだんですが、結果的には4点差で敗れてしまったと、こういうことでございました。個人的にはなんで田島を変えたんだと、そして、総一郎もなんで総一郎にしたんだと、そして宇田川を潰れてしまったと、最終回も、左ピッチャー岩崎と岩家ですね、代打大城です、野口選手とかセデーニョもいたんですけども、じゃなかったですね。はい、ということで残る日本シリーズは、オリックスが勝てば残り2勝、阪神はあと1勝ということで王手をかけられてしまいました。まあ去年ね、ヤクルトに、対してこう逆王手とか大手とかいろいろあって結果勝ったわけなんですけども、打つ方に関してはですね、 DH に戻ります。京セラにも戻ります。
なので、オリックスがすごくやり慣れた戦い方で、あと1試合は最低でもできるということですね。甲子園のやっぱ雰囲気ってよりかは、戦い方がすごく阪神は慣れてるなっていうことで、9番にピッチャーがいる戦い方をすごく熟知してるなってことで、オリックスはですね、やっぱ DH がないので、ファーストに頓宮、レフトにラオウってしてしまうと、どうしても守備要員で後半戦変えざるを得ないんですね。6回、7回ぐらい。昔で言う、ジョーンズがライトにいるみたいな感じでしょうか。で、森選手の後にいるので、どうしても守備要員の入った選手がバッターにいるっていうので、代打のやっぱやりくりっていうところが、阪神に比べたらかなり不慣れだったんで、まあそれ仕方がないですけど、まあそういうのがなくなると逆に阪神は、DH ミエセスとかをしていたので、やっぱ DH の戦い方っていうのはちょっと慣れてない部分があるんじゃないかなというふうに思います。しかも、あさっては山本由伸が投げれます。京セラに帰ってこれるということで、なんか1日も空きます。これでまた明日も甲子園ってなれば、阪神グッと決まると思ってたんですが、1日休憩をして、ホームに帰って、自分たちのやり慣れたやり方で野球ができると、しかも投げるのは大エースってことになるとですね、もうこの空気を押してしまったのは仕方がないので、帰るのは由伸しかいないんじゃないかということで、その後も宮城、よかったですよ。これが、変な話、幸東とかじゃなくてね、由伸宮城っていうダブルエースでもう、止めることができるのであれば、いいんじゃないかなというふうに思います。リリーバーは小木田と平野だけです。7回まで最低でも投げてもらわないといけないとは思いますし、小木田8回も正直ちょっと厳しいかもしれないので、変な話、8回まで投げてくれたらなというふうに思いますが、そこまで阪神打線を抑えられるのかどうかっていうところが非常に肝なんじゃないかなというふうに思ってます。ということで、今回の内容は日本シリーズ第5戦、今年最悪のゲームを日本シリーズ第5戦でやってしまったという内容でございます。改めて今日の試合について何か思うことがあれば、ぜひコメント欄通じて皆さんの愚痴を吐いていただけたらなというふうに思います。ということで、今回の話以上とさせてもらいます。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。次回もオリックスについて語っていこうかなというふうに思いますので、チャンネル登録グッドボタン、そしてツイッターのフォローなどでこのチャンネルを応援してもらえると本当に嬉しいのでよろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。